万両親王は南北朝時代の南朝皇族。五代五天皇の第十一王子で、母は三義五辻宗近の女、中納言天寺親子であるとされる。花園宮と皇子、土佐南軍の統率に当たった。名前の読みが二種類あることについては、五代五天皇の御子名の読みを参照。吉野朝廷時代古戦場市避難朝再建計画の 一貫として、延元三年、略王元年九月北宮、金永親王と共に、伊勢大港から出港して、土佐に入る。新田面田入道、金沢左近将軍など四国の南軍を従えて、延元五年、略王三年正月大高坂松大丸の救援のため塩江山に布陣し、細川ただ自然の養成を受けた北軍と交戦するも、 ついに敗北して、大高坂城は陥落した。広告3年、公営元年頃にはほぼ勢力を失って、西国へと落ち延びたらしい。その後の消息は不詳だが、遠とう見方向寺を解散したとされる、臨在州の無門元セや、昌平6年、関皇2年相で盛んに領事を発給している。日立新皇は、花園宮の後ろ身であるとする説がある。 日立新王は、昭平6年、官能2年2月から昭平10年、文那4年3月にかけて、現在確認されているだけでも37通の領事を、発給しており、そのずつところは、岩見国の内田、伊東、出雲国の諏訪部、中沢、秋国の熊谷、城、三湖、田所、諏訪国の横山などの国人武士が占める。領の内容には、軍催促と、 軍中、安堵温床に関わる者が多く、おそらく新王は、官能の上乱に便乗して、数王に入り、中国地方における南朝方の挽回を、画策したのであろう。この日立新王については、もう年家文書昇平6年7月30日付け、日立新王御子教名に、五代五天皇四巫女の一人として、花園の宮、と、サヨリスハウヘオイリアル。 今派日立の新ハウと、ーローなりと記載されているので、土佐から逃れた、花園宮と同一人であるように思われる。しかし、花園宮と日立国との関係が、今一つ明白でないことから、先の興明を、もう年へによる五人と、切り捨て、日立合戦においてきた朝方と交戦した、協力新王を、日立新王の候補に考える説も有力である。 ありがとうございます。